悩んでるだけじゃなくて、もう結構限界の状態だったんですよね。もう自分も不安とか恐怖とかで正常な思考ができない状態で、職場の人にもそういうことを相談できなかったりとか、もうとにかくいっぱいいっぱいで、もうどうしようどうしようっていう状態で、やっぱり人間関係とか人前に立った時にこういうふうに人は思ってるんだろうなとか、こういうふうに思われたら嫌だなみたいな感情にすごく飲まれることが学生時代からあったので、苦しい思いをたくさんしてきた感触があります。一番大きい変化は、まず携帯で不安や恐怖というか、人間関係の悩みとか仕事の悩みとか、そういうのを一切調べることがなくなりまして、で、そのおかげか頭痛とか目の痛みに悩まされることもなくなりました。自分と向き合って目標が見つかったりいうところだったり、心の技術つけられたので、すごく気持ちが楽なまま前進できるというか、そういうことができるようになって、本当に誰でもできることなんで、変わりたいと思えたなら絶対誰でもできます。こんにちは、たけです。今回の動画はすごいですよ。今回は以前もお話しさせていただいた僕の講座生のたくみさんとの対談動画になっています。ところで皆さんはやりたいことってありますか？やりたいことがあるけど自分にはできないと思って結局ないと答えてしまう。こんな悩みのご相談をよく受けます。もしあなたの中でやりたいことがないのであれば、苦しい時やストレスがかかる状況を乗り越えることは難しくなりますし、僕やたくみさんのように適応障害という心の病で悩んだり、仕事ができなくて苦しくなってしまうかもしれません。でも安心してください。対談の中でもお話ししていますが、たくみさんはもともと不登校や適応障害、長い間人間関係で悩んでいたり、そんな悩みを抱えていること自体も誰にも相談ができず、ずっと苦しい思いを抱えていました。でも今では自分のやりたいことを理解して、不登校や適応障害の過去、自分を受け入れて、ものづくりや音楽の仕事を自分の活動としてやっていきたいと、本当に素敵な未来に向かわれています。今回はたくさんの悩みを抱えていたたくみさんがなぜ変化することができたのか、どうすれば今悩みを抱えている方が悩みを解決して自分を変えていけるのか、とても勇気をいただける内容になっていると思います。特に最後のメッセージは本当に安心感をいただけると思います。ですので今適応障害や鬱で悩んでいる、やりたいことがないと悩んでいる、でもそんな自分を変えて朝起きることが待ち遠しくなるくらいやりがいのある毎日を送りたい、毎日やりたいことに没頭して充実した人生を送っていきたい、自分の好きな人と好きな活動ができる自分になりたい、少しでもこのように思っている方は今回の動画もかなり価値のある内容になっていると思います。ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきます。はい、ということで今回は僕の講座生のたくみさんにお越しいただきまして、いろいろとね、お話を聞いていきたいなというふうに思います。たくみさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、たくみさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、ということでですね、今回はやりたいこと、できるできないは関係ない、まず動ける自分になるために必要なこととはっていうね、なんともちょっとよくわからないような衝撃的なテーマでお話をしていこうかなというふうに思いますので、たくみさん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっとたくみさんにいろいろ聞いていきたいなというふうに思うんですけど、はい。なんかこのテーマ聞いて、なんか率直にたくみさんが思ったこととかってありますか？僕自身すごく自分の思考とか感情に飲まれることかつてはすごく多くて、なんかできるできないとか、自分がこう考えてない間にも取捨選択をして、あ、これはできないなとかできるなみたいなことをやってた経験が結構あったなっていう。あとできるできないも、自分の感情っていうのをこううまく扱ったら自分が進みたい方向に進めるのでっていうことをちょっとテーマ聞いて思い出しました。なるほど、なるほど。ありがとうございます。これはね、僕は匠さんのことをよく知っているのでわかるんですけど、はい。匠さんもやっぱりこれがやりたいとか、こういうことがやってみたいって思っても、なんか自分にできないんじゃないかとか、そういった思考とか感情とか、これまでの経験みたいなものですよね。そこそうにですね。引っ張られて、なんかやりたいんだけど行動できないっていう得意も結構あったんですよね。そうです。かつては結構ありました。
頭の中でこれやりたいなみたいな思ってても、なかなか実行に移せなかったり、実行に移せない間にいろいろ考えちゃうんですよ。不安とか恐怖とか、一人になったらどうしようみたいなことも、もういろんなこと考えて結局動けないみたいなことになったりしましたね。そうですよね。これ、はい、2人でお話ししてたなって思うので、そんな中でも今はね、その感情とか思考をうまく扱ってちょっとずつ動けるようになってきたんですっていうの言葉も少しあったかなって思うんですけど、はい、今回はちょっとそこをね、動けない自分から動ける自分、できるできないではなくて、とにかく前に進むとか、あの自分を変えるにはどうすればいいのかっていうことをちょっと匠さんと一緒にねお話をしていきたいなと思うんですけど、はい、なかなか動けなかったとか、その怖いとか不安とか、そういった僕と出会う前はなんかどういうことで悩んでいたとか、これ苦しかったなって思ってるものとか、どういう状態だったかっていうところを教えてほしいなって思うんですけど、はい、どうですかね。そうですね、たけさんに出会った頃はちょうど、今は違う仕事をやってるんですけど、前の仕事をやっていたところで、すごく人間関係の部分だったり、まあ、仕事自体のことだったりすごく悩んでて、で、うん、悩んでるだけじゃなくて、もう結構限界の状態だったんですよね、はい、もう自分も不安とか恐怖とかで正常な思考ができない状態で、職場の人にもそういうことを相談できなかったりとか、あとは職場の仲間の人にも、まあ、相談できないのはそうなんですけど、敵視してしまうみたいな状態にもいてしまってまして、はい、もちろん話もできないですし、もう一人で塞ぎ込んでるって状態で、はい、もう悪循環ですね。もう外の人に相談できなくて、うん、なんか相談する気力もなくて、はい、ちょうど一人暮らし遠くでしてたんですけど、はい、もう生活もままならないぐらいの状態でしたね。寝ることもできない状態だったり、うん、あとは次の日になってもとにかく仕事の不安とか、やらなきゃいけないこと、先順位も立てられないんですよ。すぐにやらなきゃいけないことだったり、まあ、先延ばししてもいいことだったりとか、もうとにかくいっぱいいっぱいで、はい、もうどうしようどうしようっていう状態で出ましたね。で、前の会社に勤めてた以前もやっぱり人間関係とか、はい、人前に立った時にありのままで入れられないというか、こういうふうに人は思ってるんだろうなとか、こういう風に思われたら嫌だなみたいな感情にすごく飲まれることが学生時代からあったので、苦しい思いをたくさんしてきた感触があります。なるほどなるほど、そうですよね。はい、改めて匠さんのお話を聞かせていただくと、今はねすごいなんか穏やかなトーンで話されていたりありがとうございます。いつまで言ってるんですけど、なんか匠さんと話すとなんかすごい癒されたり、なんかいつもね僕も元気もらってるから、匠さんってそんな悩んだ経験あるのとか、そんなに苦しんでたのって思う方も結構多いんじゃないかなって思ってるんですけど。おお、そんな感じしますか。そうなんですよ。なのでそんな匠さんも今ではね穏やかに過ごされてると思うんですけど、過去はやっぱり、はい、それこそ人間関係とかお仕事で悩んでいて、毎日ねどうすればいいのかわからないっていう風に不安があったり、もうどうしようもないんじゃないかっていう風になって、適応障害に診断されたり、あとはやっぱりもう学生時代の頃くらいからどうやって人付き合いすればいいんだろうみたいなところで、結構やっぱり悩みを抱えていらっしゃったっていうようなイメージなんですよね。そうです、ずっと悩みを持ってました。なるほどなるほど、ありがとうございます。でもね、そんな匠さんがここまで変化してるってことがすごいね、あの勇気となって伝わるかなって思うので、もっともっとね匠さんのお話聞いていきたいなって思うんですけど、はい、今振り返ってみて、当時のですね人間関係で悩んでたとか、メンタルが落ちていて苦しんでいた時期を振り返ってみて、はい、何かその時に取り組んでいたこととかあったりされますか？ま、学生の頃は携帯持たせてもらって、いろいろネットとか扱えるようにはなってたので、はい、Yahoo の知恵袋とか、うん、Google のそういう質問をやり取りするウェブサイトとかいろいろあると思うんですけど、ああいうのとかで自分の不安を調べて解決しようとしたりとか、不安って自分じゃ解決できないものっていう感覚があったので、調べたりとか、まあ、聞ける状態の時は周りの人に聞いて相談したりとかしてはいたんですけど、やっぱり納得できないで終わってしまったりとか、あとはよくあったのが、調べ尽くして
不安は解決できてないんですけど、調べ尽くして疲れて終わって、でまた次の日不安がぶり返してまた調べてみたいなのをもうずっとずっと繰り返してたりしましたね。あとは書店とか行くようになってからは、そういうメンタルの本とか自己啓発的な本読んだりして、うまく社会に適応できるように社会のルールをこう調べたりとか、あとはそうですね、言葉遣いとか調べたりから始めて、でもっともっと奥深くの心理的なところまで入って調べたりしてはいたんですけど、なかなか解決に結びつかなかったり、自分の生活に本に書いてある対応策を当てはめることができないものばかりで、はい、本当に解決っていうのができずにずっと悩み苦しんでましたね。はい、あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。たくみさんは過去ね、いろいろ人間関係で悩んだり、誰にも相談ができないっていうところだったり、ずっと不安があって、はい、毎日ね過ごされてたっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、それでもその悩みを解決しようとか克服しよう、前に進もうと思っていろんな動画を見たり記事を調べたり、本屋さんに行ってね本を見たりっていうような、でその中の改善策をね自分で試してみようと思ったんだけど、本にはねこういうふうに書いてあるんだけど、実生活にはどういうふうに使ったらいいのかとか、落とし込んで実践していったらいいのかっていうのが、はい、なかなか分からなくて困ってたっていうようなところだったんですよね。そうですね、本当にその部分困ってました。そうですよね。これね、困ってる方実はすごくたくさんいらっしゃるかなっていうふうに思ってて、やっぱり皆さん正しい対処方法とか改善策とか、自分はねここの問題に向き合った方がいいんじゃないかってことを皆さん熱心で責任感強い方が多いから、そこを理解はしてるしめちゃくちゃ学んでるんだけど、やっぱり実際にね実生活でどうやって生かしたらいいかわからないっていう風に悩んで、何年何十年っていう風に悩んでる方ってすごい多いんですよね。じゃあそんな中で、たくみさん動画見るとか本で学ぶとか自分で改善策を探してみるっていう形ですごい効果的な方法を、まあ、全て取られてるかなって思ったんですけど、そこからなんか僕のことはどうやって見つけたんですか？ YouTube でたけさんたくさんの動画を投稿されてると思うんですけど、そこの一部の動画に、まあ、悩んでる時にたどり着きまして、はいはい、でちょうどその動画が感情思考と行動をこう切り分けるっていうことを念頭に置いたロードマップを解説されてた動画なんですけど、あれを見させていただいてすごく論理的ですっと理解できたんですよね。本とかカウンセリングとかだと、はい、なかなか理解できないことで終わってしまったりしてたので、それがなくて本当に動画に出会った時はびっくりしました。あ、そうだったんですね。思考や感情と行動を切り離すっていうところを、まあ、ロードマップ的に1から10までステップで解説している動画があるので、それを見てくださって論理的だなとか分かりやすいなって思ってくださって、それでなんか僕を見つけてくださったような感じですかね。あ、はい、そうです。なるほど、ありがとうございます。それで言うと本当に今たくみさんもおっしゃったように、たくさんの本はやっぱりあるし、たくさんの今発信者さんとか支援者さんもたくさんいると思うんですけど、僕のなんか違いみたいなものってありました？圧倒的に違う部分が、論理的かどうか、論理的じゃないかっていうところもそうなんですけど、実生活に当てはめて行動できるかっていうところが一番違うなっていうふうに思いました。あ、嬉しい。なんでそう思ってくれたんですか？比較するのはちょっと他の動画の方に申し訳ない気もちょっとはしてるんですけど、結局動画見終わった後に気にしなくていいみたいな風に思ったらいいみたいな結論で終わってたりとか、心理的なことと、このネガティブなこう不安とか恐怖とかいろいろあると思うんですけど、それがこう結びつかなくてハテナが出たまま終わってしまったりとか、あとはこうあったらこう思えみたいな、ちょっと短絡的な思考に結びついてたりみたいなところもいくつか見たことがあって、なんかそれだと納得いかないなっていうふうに思ったんですよね、うん、でもその分たけさんの動画では実際に、例えば自分がやらないといけないこととかやりたいこととか目の前にあったとするじゃないですか、はい、ここに対して、あ、これ大変だろうなとか、人にこういうふうに思われたらどうしようとか、また失敗するんじゃないかなとか、
またこういうふうに言われたらどうしようっていう自分の不安に対して受け入れるというか、自分と向き合うっていう方法で、解決じゃないんですけど前進するっていう方法が本当に具体的だったんですよね。それがもう一番の違いで、あ、すごいなって思ったところなんですよ。はい、なるほど、ありがとうございます。いや、すごい嬉しい、本当に特にね、僕もすごくやっぱり大切にしている部分なので、そこをね受け取っていただいてすごく嬉しいなって思ってて、特に今たくみさんがおっしゃってくださった大切なポイントっていうのは、やっぱりね他の支援者さんとか、こういう心理の力とか克服方法にも種類というか流派みたいなものがいろいろあるんですよねそんな中で結構これまでの主流だったものは、それこそネガティブな考えを考えるのではなくて、できるだけ嫌なことを考えないようにしましょうとか、できるだけポジティブなことを考えるようにしましょう、さっき言ってくださったこういう時にこう思いなさいみたいな、私たちの考え方であったり気持ちであったり感情みたいなものをうまくコントロールしようとする手法がいいよっていう風に学んでこられた方は、やっぱりその考え方とか感情を変えることっていうのを教えられていたり大切にしているわけなんですよね。でも多分皆さんも経験あると思うんですけど、なかなか自信持ってくださいって言われて自信が持てたら苦労しないわけなんですよね。もうあなたはめちゃくちゃ素敵な人だから、もう大丈夫だから、これからネガティブなこと考えずにポジティブに生きなよって言われても、なかなか、あ、そうだ、私素敵な人なんだ、ポジティブに生きようとはできないからこそ、やっぱり私たちって悩むじゃないですか。だからネガティブな状況とかストレスをなくしていくという方法はやっぱりなかなか難しいからこそ、ストレスとかネガティブな感情気持ちがあってもちゃんと受け入れて対処して、また自分の取りたい行動とかなりたい自分でいられるような、ストレスとかネガティブがあっても大丈夫な自分になることが実はね本質的な克服なんですよってことを僕結構お伝えしてるんですけど、そこをやっぱたくみさんは分かりやすいなとか、確かにそうだなって思ってくださったようなイメージですよね。そうです、そうです。ポジティブに思えみたいなところとか、考えをこう変えさせるみたいなところが本当に納得できないことが多くて、滝さんの先ほどのちょっとまとめにすごく共感しましたありがとうございます。まあ、なぜかっていうと、もちろん科学的根拠とかもあるんですけど、やっぱりその僕が多分大きく皆さんと違うのは何かっていうと、ただ知識がある専門家というだけではないということがやっぱ大きいかなと思ってて、もちろん知識ではあるしプロの専門家として活動してるんですけど、それプラス僕は自分も挑戦するし、自分で実践しているし、自分も新しいことを続けていく、まあ、起業家でもあるわけなんですよね。だからこそただ知識があるだけではなくて、実践を通して改善と失敗と成功を繰り返しているっていう、ここがあるからこそ何が使えて何が実生活で使えないのかっていうことを多分一番熟知してるかなっていうふうに思ってるんですよ。なのでね、多分そこを受け取ってくださってるんじゃないかなっていうふうに思って、僕はすごく嬉しかったです。ありがとうございます。おっしゃる通りのところですね。本当にそこ共感してます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、そうやって僕のことを見つけてくださって報道されてることが本当に素晴らしいと思うんですけど、動画を見るってことだけでも僕はめちゃくちゃ素晴らしいし前進だと思ってるんですよ。ありがとうございます。はい、でもそのたくみさんの場合は本とか動画だけではなくて、僕に直接会いに来てくださったり、ご相談とか講座でもね一緒に学んでると思うんですけど、はい、どうしてその僕に会いに来て講座でも学ぼうっていうふうに思ってくださったんですか？やっぱり動画を何百本ってたくさん出されてると思うんですけど、一つ一つ見ていくうちに学びたいっていう感覚になってきたんですね。自分の不安をもちろん解決したいとか取っ払いたいぐらいの気持ちではいたんですけど、それと同時に、あ、この論理的な技術があったら、もう今後どんな不安なこととかがあってもうまく解決していけそうというか、そんな気がして、で動画にも最後 LINE の公式アカウントをタケさん作られてるので、そちらのご案内とかがあって、で迷わずポチッとさせていただいて、でやり取りさせていただいた感じですね迷わずポチッとですね。ポチッと、はい、ポチッとしちゃいました
今回すごい大切なことだと思ってて、やっぱりね、何か誰かから学んでみるっていうのは、一旦自分で学び尽くす、独学でやり尽くすっていうことをやった後にした方がいいことかなっていうふうに僕思ってて、たくみさん自身もいろんな本とかいろんな動画とか何百本以上を見てもなかなか変わらなかった頃こそ、おそらく僕に会いに来てくださったんですよね。その通りです。そうですよね。でもこれってすごいやっぱり大切なフェーズだと思ってて、なぜかっていうと自分で試していないと、なんならたくさんのことを試したけどうまくいかなかったっていう経験がないと、誰かから教わろうとか誰かからアドバイスをいただいたことを純粋に実践してみようっていうこのマインドになかなかならないんですよね。なんかね、アドバイスもらってもいや私はそうは思いませんとかっていうことになっちゃうんですよね。これなんかよくわかんないじゃないですか。アドバイスもらいに行ったのにいや私はそうは思いませんって、これどういうことってなるじゃないですか。確かにそうですね。そう、だからこそ自分で試して失敗するってすごく大切なことなんですよね。謙虚になれるし、相手のアドバイスを素直に受け入れて実践できる自分になれるからですね、はい、だからそこがやっぱりたくみさんはあったからこそ勇気を出して一歩踏み出して、なんか僕に会いに来てくださったり講座でも学んでくださってるっていうようなところなんですかね。そうですね。とにかくその技術っていうのをつけられたら、今の不安とかも向き合えて、でかつ今後も良き選択ができるというか、多かれ少なかれネガティブって襲われるシーン日常でも毎日生きててもあるので、心の技術つけて自分と向き合うっていうことさえできたら、そうです、変われるんじゃないかなっていうのを思えたので、たけさんとの講座を受けたいなっていうふうに思った理由でもありますね。ありがとうございます。じゃあそこなんかもぜひ聞いていきたいなって思うんですけど、はい、例えば半年前のたくみさんと今の講座を受けた現在のたくみさんでは、はい、どんな変化が出てきてますかね。一番大きい変化はまず携帯で不安や恐怖というか人間関係の悩みとか仕事の悩みとかそういうのを一切調べることがなくなりまして、でそのおかげか頭痛とか目の痛みに悩まされることもなくなりました。なるほどなるほど、頭痛とか目の痛みもなくなったんですね。なくなりました。相乗効果ですね。あーすごい、はい。何か他にはありますか。他はいろいろ講座学ばせていただいて、自分と向き合うっていうことをこれまでの人生ほぼ一回もないって言っていいぐらいなかったので、それか時間も多分すごく短かったので、自分の本当の好きなものとか目標とか思ってることだったり、はい、感じてることだったりもそうなんですけど、それって何なのかなって考える時間が増えて、はい、で本当はこう思ってるっていうことが結構隠れちゃってたんですよ。世間の目とか社会の暗黙のルールとか業界の暗黙のルールとか、はい、そういうので、あこういう気持ちは出さないようにしようみたいな、完全否定するみたいなことをたくさんしてきたので、はい、自分の気持ちって全く分かんない状態で湧いたんですよね。でも自分と向き合ってそういう、はい、その自分の気持ちっていうのを少しずつ少しずつなんですけど、だんだんとこう見えるようにしていって、目標が見つかったりいうところだったり、心の技術つけられたので、こういう時はまず一旦その自分の感じている不安とかネガティブっていう気持ちを一旦まずは置いて、戦わないようにするというか、完全に取っ払うとか無視したりしないようにするっていうことを心がけてたので、はい、すごく気持ちが楽なまま前進できるというか、そういうことができるようになって、仕事してる時なんかも結構言われたりするんですよ。上の人とか外の人とか言われても、あこれは自分自身が否定されてるんじゃなくて自分の行動が悪かったんだなっていう風に切り分けられたりとか、まあ、言葉以上のことを考えないようにできるようになったので、いちいちネガティブにならずに済んだというか、あこれが悪かったんだ、ここ修正すればいいんだっていうふうに、まあ短絡的にっていうのはちょっとあんまりいい言葉じゃないかもしれないんですけど、すごく楽に考えれるようになったのが大きな変化ですね。あなるほどなるほど、ありがとうございます。いやこれめちゃくちゃ実は大切なことをおっしゃってくださってるなって思ってて。ありがとうございます。そう、今たくみさんがおっしゃってくださったことって、まあ、今回のテーマのね、やりたいこと、できるできないは関係ない、まず動ける自分になるために必要なことにまさに当てはまってるかなって思ってて、
まずやっぱり動ける自分になるためには、ネガティブにとらわれなかったり、過去とか常識にとらわれずにうまく行動を変えていく技術を身につけることが大切ですと。ここまではね、結構伝わってきたかなって思うんですけど、これもっと大切なことなのが、例えばこの自分に向き合うということを知らずに過ごしてしまっていて、例えばネガティブなことで悩む時間が、失敗とかうまくいかないことがあってネガティブで、一日中解決策を調べたり落ち込んでやりたいことができないということが、じゃあ一日ネガティブで動けない時がありましたと。じゃあこの1日が365回繰り返されたら、この人は365日分の損をするわけなんですよね。だから今向き合っておくことで、実はね、365日分得をしているかもしれないくらい、やっぱり一度身につけるとね、一生ものなので、そこのなんかネガティブに考える時間が減って、自分がやりたいこととか本当に取り組みたいことに行動できる時間が増えていったっていうところですよね。そうですね、ネガティブは悪いことっていうよりは、もう竹さんもおっしゃってくださったんですけど、何かをこうお知らせしてくれるというか、自分の本当の声みたいなところで、ネガティブが何を意味するのかっていうのを考えれたら、すごくいいきっかけというか、ネガティブがいいきっかけだったんだなっていうふうに思えるようになりますね。もうこれもね、めちゃくちゃ大切、ありがとうございますそうなんですよ。だからこそ、ね、本当にさっき僕が言ってたことにも今たくみさんつなげてくれたんですけどそう、本当の心の克服とか自分を変えるっていうことは、ネガティブな状況とかストレスをなくす、ポジティブに考えるということではなくて、ストレスとかネガティブな状況への自分の性格へとの関係性が変わることが本当の克服なんですよね。なんか落ち込みやすいなとか、苦しいなって思う状況を無理に解決しようとせずに、あ、ネガティブなことが来た、何かこれ自分に新しい行動してほしいって思ってるとか、こうこうこういうね、対処してほしいっていうふうに思ってるメッセージなんじゃないかみたいな感じで、ネガティブな状況とか気持ちを悪くないって捉えてるってことですよね。そうです、もうこれがすごく変われたあのきっかけですね。いや本当にそう、ありがとうございます本当に大切なことをおっしゃってくださってね、めちゃくちゃ嬉しいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあそんな中で、講座の中でね、今もいろいろサポートをさせていただいてるかなって思うんですけど、たくみさんの中でこれはね、学びになったなとか、これは大切な気づきだなって今も思っているものとかって何かありますか？滝さんが講座の中でたくさん例を分かりやすく出して解説してくださるんですけど、ネガティブに対して無視したりとか、そう思わないようにしようっていう回避みたいなことをしようとするのは、波打ち際の波を自分一人の力で手で止めようとすることと一緒っていう、もうめちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか。不可能なことだったり、3人のレンガ職人の例えを出してくださってて、1人目はお金のためだけに働くっていうレンガ職人と、で3人目がこれはその自分の本当にやりたいことというか、何でも学びにしてやるぞみたいな、すごく前向きというか、自分の価値観がこう学んでいくっていうこと、勉強とかだったらもうそれに価値観に準じてこの仕事をしているので、もうどんどん仕事を吸収するし、もうどんなことも学びになるしっていう3人の例があって、でお金をこう目的にしてる人だったら、目先の利益のことばかりなので、仕事がつまらなく感じたりとか、吸収できるものもしなかったりできなかったりとか、ずっとネガティブに苛まれてるところ、もう価値観に沿って生きてる人は何でもかんでもこう吸収して、毎日がこう楽しく学びに思えるっていう生き方をしてる人でっていう例があって、要はそのどう物事を捉えれるかによって人生が変わる、生きやすくなる、豊かになるっていう講座の中で出してくださる例が本当に分かりやすくて、すごく印象に残ってるんですよ。他にもたくさんあるんですけど、はい。ありがとうございます。そういったところで、僕もやっぱりそのただ知識をお伝えするというよりかは、普段のね、日常とか、もう実際の現場で使えるっていうこと、実践的なね、方法っていうことを大切にしているので、そこをね、まあ、大切な気づきというか、学びになったなって感じてくださってるっていうところですよね。おっしゃる通りです。ありがとうございます。じゃあですね、今ね、たくみさんの中で人生に向き合う、自分に向き合うってことをこれまでやってこなかったんだけど、それがすごく大切なんじゃないかっていうような言葉もあったかなって思うんですけど、
例えばね、今までたくさん正しいことをやってきたんだけど、本当に5年10年単位で何も進まなくて、短期離職とかを繰り返してしまって、もうどうすればいいかわからないって悩んでる方ってたくさんいらっしゃるんですよね。はい。でもそれもやっぱり自分に向き合うという経験をしていけばちゃんと克服できるっていうことを僕は知ってるので、そのなんか自分に向き合うっていう経験がどういうものなのかってイメージしにくいじゃないですか。そうですね、なかなかネガティブに苛まれている時とかわからないですね。そうなんですよね。なのでちょっと抽象的で申し訳ないんですけど、たくみさんが思う自分が向き合うとはどういうことなのか、どうして自分に向き合うことで人生を変えられるのかということについて、たくみさんなりの意見みたいなものがあれば聞きたいんですけど、何かありますか？はい、一番は自分の本音を知るっていうところで、はい、いいことも悪いことも不安なこともやりたいって思えることも全部ひっくるめて全部理解するというか、そのままでいいというか感じたまま受け取るみたいなところで、それをできることによって自分の気持ちの不明確なところがクリアになるので、自分が取捨選択して自分の人生を歩むためには絶対必要なことだなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。その自分に向き合うっていうのは、何か悩みを解決するとか目標を達成するということではなくて、これもね、さっきのそのネガティブとの関係性が変わるっていうことと同じだと思うんですけど、自分がダメだと思っていることとか嫌いだと思っている部分も、それがあっても大丈夫っていう風に関係性が変わる、自分を受け入れるということ、自分の好きなこと嫌いなこと、やりたいことやりたくないこと、関わりたい人関わりたくない人っていうものをちゃんとなんか自分の中で理解して受け入れること、そしてこれからこういうことをやっていきたいっていう風に、現在から、まあ、未来にね、過去ばっかりに囚われていたもの、過去から現在に囚われていた状態から、現在から未来に目を向けられた瞬間に、やっぱりね、自分を向き合うことができるし、これって一瞬の出来事ではなくて、誰と付き合いたいかとか、どんな仕事をしたいかとか、どんな人生にしたいのかって、もう一生涯付き合う必要のあることじゃないですか。なので絶対必要です。そうですよね。なのでやっぱり私たちは自分自身に向き合うという経験がめちゃくちゃ大切なんじゃないかって感じてくださってるってことですよね。はい、そうです。ありがとうございます。じゃあですね、ネガティブで考えることが減ったとか、その分自分のやりたいこととか理解して、実際にね、自分の進みたい道にたくみさん進まれていると思うんですけど、はい、その中で当時のようにね、メンタルの悩みを本質的に克服するとか、今回のテーマのように自分のやりたいことをやっていくために、これは大切だなって思うものとかって、これもなんかたくみさんなりの意見でもちろん大丈夫なんですけど、はい、ありますかね。たけさんの講座を受けさせていただいて、結構衝撃を受けた言葉がありまして、幸せについてテーマにして講座を開いていただいたことがあるんですけど、そこで幸せっていうのは現実に2割しかなくて、ほとんどが、つまり8割が不幸ですよっていうことを教わって、はい、でそれとあと幸せのこう定義を変えていきましょうっていうところがあるんですね。だいたい僕もそうなんですけど、幸せっていうのは何かポジティブな気持ちっていうところがいいゴールにつながるかなって思うんですけど、はい、そうではなくて、行動っていうところが幸せになる、幸せっていう風に定義できたら、普段仕事とかも結果がすごく重要だったりすると思うんですけど、はい、そうじゃなくて行動してるこう渦中とか、例えば何かこうノルマがあったら、そのノルマに行き着くまでのこういう過程というか、そういうのが大事になってくるというか、のは、はい、今をどれだけ豊かに過ごせるかというか、先だけのことに悩んだりとか、過去のことを引っ張ってきて、あ、また失敗するんじゃないかなとか、こんなんできないんじゃないかなみたいな思ったりすることはあると思うんですけど、そういうの気持ちも受け止めて今を生きるっていうのがすごく大事だなっていうふうに思いますし、あとは何かになるっていうことを目標として掲げさせられると思うんですよ。日本のその教育とかお仕事の現場でもそうかもしれないんですけど、はい、歌手になるとか教師になるとか、何かになるみたいな、そういう目標を立てて、それに向かっていくっていうよりは、はい、自分はこういう価値観を持ってるから、その価値観を実現していくためにその仕事があるとか、
その実現をしていくためにこういうライフワークバランスがあるというか、プライベートでやりたいことがあるとか、そういう生き方が自分と向き合うということになるので、はい、ここがすごく大事になってくると思います。それが伝えたいです。いやー、もう素晴らしすぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ今大切なこと言ってくださってて、今ね、たくみさんが何を大切なことを言ってくれたのかというと、大きく3つに分けられるかなって思ってて、1つはやっぱり私たちは不幸がデフォルトであるということ、2つ目は幸せの定義を変えるということ、3つ目は今を生きるという、この3つだったかなっていうふうに思ってて、じゃあちょっとどういうことかっていうと、一つ目の不幸がデフォルトっていうのは、私たちの気持ちとか感情のことを表してるんですよね。これってまあ統計でまあしっかりと調査みたいなものもあって、私たちがネガティブなことを考えている感情である時間が8割で、ポジティブな感情ですね、嬉しいとか楽しいとかね、そういった気分を感じている瞬間が2割っていうような調査があったりするんですよね。だからこそこのポジティブな気分でいる時間ですね、楽しいとか感謝の気持ちを味わうとか愛情を感じるとか、こういった気持ちであることを2番目の幸せの定義ですね、幸せっていうふうに考えてしまうと、8割がネガティブなわけだから、ほとんどの時間を不幸って思って過ごしてしまうということなんですよね。だからこそ幸せの定義を、一般的にはやっぱりこういうポジティブな気分でいることって考えられてると思うんですけど、そうではなくて、例えば新しい知識を学ぶとか、他者貢献をするとか、毎日自分のベストを尽くすっていったような価値観とつながった行動をとること、これを幸せというふうに定義をすることができたら、ポジティブな2割の時間もネガティブな8割の時間も10割の時間が幸せに変えられるわけなんですよね。なので、じゃあ10割どうやって幸せに変えるのかというと、過去にとらわれずに、未来を恐れずに、自分のことを受け入れて、今できることに集中をしていく、目を向けていくということができれば、10割の時間をね、幸せに変えられるので、やっぱりこれを踏まえても自分に向き合うという経験がとても大切なんだ、メンタルを変えるため、自分のやりたいことをやっていくためにとっても大切っていうふうに思ってくださってるってことですよね。ありがとうございます。そうです、もうめちゃくちゃまとめていただきました。いや、本当に大切なことありがとうございます。はい、じゃあそんなたくみさんが、すごくね、本当に、今はねこうやって明るくお話ししていただいてるから、でもやっぱりたくみさんって不登校で悩んでいたり、適応障害で悩んでいたり、長い間誰にも相談できなかったり、ネガティブな不安でね悩んでいたって時期があったんですよね。はい、そんな中で少しずつねこうやって変化をされていってるかなって思うんですけど、じゃあそんなたくみさんが今後やりたいこととか、こんな目標に進んでいきたいっていうものはありますか？結構小さい頃からものづくりに関わることが好きで、で、はい、実家ものづくりをやってる関係もあって、やっぱりものができて形になるっていう達成感をすごく感じれるっていうのがすごく楽しいですし、その過程のノウハウを扱って組み立てていくっていうのがすごく僕としては楽しいなっていうふうに小さい頃から感じてて、で、授業とか学校でもものを作るっていう授業あると思うんですけど、そこでも何かこう作るっていうのは楽しいなっていう風に思ってまして、要はずっとものづくりが好きなんですけど、今後はものづくりと、今までちょっと音にまつわるお仕事をしてたので、そういう音にまつわる仕事をものづくりの力でサポートしていきたいというか、ものづくり by 音楽みたいな、音みたいな、そういうところのお仕事をしていきたいなっていう風に思ってます。いや、めちゃくちゃ素敵です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。しかもこれはたくみさん自身の活動としてね、リーダーとして経営者としてこれから一人でやっていきたいと思ってるってことなんですよね。そうですね、まだちょっと技術をつけてるところではあるんですけど、ゆくゆくはそういう形で経営していく道を歩みたいなっていうふうに思ってます。めちゃくちゃ素敵です。はい、ありがとうございます。はい、そこに関してもね、絶対にたくみさんなら実現できるし、僕もこれからもね成長を追っていきたいなっていうふうにも思いますので、ぜひね、このチャンネルを通しても引き続きお互いちょっと成長できるように頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になるんですけれども、さっきもお伝えしたように、今こうやって素敵な目標に進んでるたくみさんであっても、穏やかにね話していただいているたくみさんであっても、過去はやっぱ不登校とか適応障害とか毎日が不安で悩んでいたっていうような過去があると思うんですけど、今もねやりたいことがないとか、
なかなか行動ができないとか、適応障害うつで悩んでいて、病院にも行った、お薬も飲んだ、カウンセリングを受けた、環境も変えた、でも10年15年単位で短期離職を繰り返して動けなくなって悩んでいるっていうようなご相談が、まあ、毎日のように本当に届くんですよね、はい、なので、まあ、同じようにね、適応障害とかうつを経験している僕たちだからこそ、その状態から自分のやりたいことを理解して行動できる自分になっていた僕たちだからこそ、何か伝えられることってあると思うんですよね。はい。なので今悩んでいる方に何かメッセージみたいなものがあったら、ぜひね、匠さんからお聞きしたいなって思うんですけど、何かありますかね。はい、比べるのはあまり好きじゃないんですけど、まあ、僕よりももっとたくさん転職繰り返したりとか、もっと学校行けなくて苦しんでたりとか、もう状況変えたくて変えたくて仕方なくてとか、うつとか、先ほど竹さんが言ってくださったみたいに適応障害で悩まれてたりとか、もっともっと苦しい状況にいる方もいると思うんですよ。でも何歳でも、いくら若くても、いくら年齢が高くても、解決したいとか、状況をもうどうにかしたいんだっていう、その強い気持ちさえあれば、何歳でもいつからでも心の技術っていうのは学ぶこと、身につけることできますし、いつからでも変われるっていうか、苦しんで変わりたいって思えるその気持ちの強さがあれば、どんどんこう変わっていくことっていうのはできるので、年齢がいくつだからとか、勉強をしても頭入んないしとかって思うかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、日々日常で練習していくことというか、心の技術って言っても、座学でこういっぱいダーって何か用語を学ぶとか、そういうことではないので、一つのことを学んだらもうすぐに日常でも実施できるんですよ。自分の生活に当てはめて行動することってできるので、その繰り返しで何回も練習して、で自分の気持ちと向き合えて、自分の気持ちが分かったら、もうそれは技術をつけられてきた証拠でもあるので、簡単とは短絡的には言わないんですけど、本当に誰でもできることなんで、変わりたいと思えたなら絶対誰でもできます。以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか成功体験がなかったり、人生の中でうまくいったとか、幸せを感じたとか、誰かとつながっている感覚を感じたことがないっていう風に悩んでる方もたくさんいらっしゃって、だから今までダメだったから、これから何してももう無駄だろう、今更変われないよっていう風に思ってる方もたくさんいらっしゃるんですよね。だからこそ、どんな人でも、どんな過去がある、どんな経験がある方でも、いつからでもね、どこまででも変われる。それは変わり方とか行動を変える力、技術を身につけるからこそ、いつからでもどこまででもね、変われるっていうような、いろんなやっぱり苦しい経験をされてきている匠さんだからこそ、すごい深く力強く納得感のある言葉だったんじゃないかなって思いますので、貴重な本当に希望が出るメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではね、まだまだ匠さんも成長していかれると思いますし、これからもね、僕も挑戦していくし、匠さんも新しい挑戦をこれからされていくのかなというふうに思いますので、ぜひこれからもね、お互い応援しながら、そしてちょっとまたね、チャンネルで匠さんの成長も追わせていただきたいなというふうに思ってますので、ぜひぜひまた匠さん、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで匠さん、今日は本当に貴重なお時間をいただいて、対談いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今ではとても穏やかに話されている匠さんですが、僕に出会った当初は会社を辞めるかどうかが不安で、将来が不安で、どんな仕事人生にするのかがわからなくて、次の場所で人間関係を築けるのか不安といった、本当にたくさんの不安や苦しんでいたことを今でも鮮明に覚えています。だからこそ、自分でできることや改善策を動画や本、たくさんのものから調べていて、でもなかなか問題が解決せずに悩んでいた匠さんだからこそ、不登校や適応障害、学生時代の頃からなんとなく思っていた心の悩みに勇気を持って向き合って、受け入れて克服した匠さんだからこそ、誰でもいつからでも変われるという言葉にはとても勇気をいただけましたよね。人生は行動することでしか変えることはできません。でも行動ができないと悩んでしまう時もあると思います。でも安心してください。それは行動するための技術を知らないだけです。サッカーでゴールを決めるためには
練習をするように、仕事で成果を出すためには、たくさんの人のアドバイスをいただいたり、場数を踏むように、心の悩みの克服、行動を起こす、ということに関しても、練習をすれば、誰でも、いつからでも、変わっていくことができるんです。ここまで動画を見てくださっているあなたは、これまで一生懸命に生きてきたからこそ、自分を変えるチャンスに巡り合えているんです。気づいた時には、あなたみたいになりたい、あなたに会いたいです。話したいですと毎日メッセージが届くほど人に尊敬され続ける人に必ずなっています。だから絶対に大丈夫ですよ。今回貴重な対談をしていただいたたくみさん、本当にありがとうございます。今回の対談の中でもお話が出たように、僕のオンラインスクールではあなたのやりたいことを理解して行動できるメンタルを身につけることで、短期間で人生を変えることができる、やりきれる環境を整えています。心が弱い、行動できない、継続できないという悩みを解決して、長年の心の悩みを克服して、なりたい自分を実現していきたいと本気で思っている方は、ぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE の友達追加をしておいてください。何年何十年と僕は適応障害や鬱を繰り返していて、やりたいことがわからなくて、誰とも信頼関係を築けなくて、5年10年といった期間で悩んでいる方にたくさん出会ってきました。でもたった一人との出会いが人生を変えることもよくあると思います。どんな状況だったとしても、これからどう過ごすのかということはあなたが選択をすることができます。ぜひ今の自分には自分に向き合う経験が大切だなと思った方は、ぜひこちらの公式 LINE からまずは僕に会いに来てみてください。今後何十年の生き方が変わるかもしれません。あなたなら絶対に大丈夫です。ということで、最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ストレスや心のことというのは一生付き合っていくものだと思います。ですので、お守りのようなイメージで人生を豊かにする様々な動画をこれからも配信していくので、気になる方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのチェックを入れておいてください。そして今回の内容が良かったと思ってくださった方は、高評価やぜひコメント欄に感想もよろしくお願いいたします。また今現在毎日朝ライブというものを朝の7時半から YouTube ライブで行っておりますので、こちらは1日1つ大切な学びを得る、人とのつながりを作る、最高の1日のスタートを切るというテーマで行っておりますので、こちらも気になる方はぜひ参加していただきたいなというふうに思います。ということで、最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたは絶対に大丈夫です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。